メトロイド、ゼロミッションは2004年5月27日に任天堂から発売されたゲームボーイアドバンス用アクションゲームシリーズ第1作メトロイドのリメイク作品であるしかし第2部としてメトロイドでは語られることのなかったサムスの惑星ゼーベスからの脱出登場するボスや取得できる能力の大幅増加また新規エリアや 要素も多数存在するため実質上は初代メトロイドを元にした新作といえる。前作、メトロイドフュージョンがテキストが多く指示されて行動するというシチュエーションが多かったのに対し、本作はある程度の先に進むヒントは与えられるもののルートなどの指示は一切なく、また攻略ルート、攻略順もボムジャンプに代表されるテクニックを 隠ししたり隠し通路の発見によって変えられるため、プレイ感覚はむしろ、スーパーメトロイドに近い。コスモ歴 20X5 年、深刻な事件が起きる。惑星 SR388 にて、銀河連邦の調査船が捕獲した未知の生物、メトロイドが、スペースパイレッツにより奪われてしまった。このメトロイドという生物は、他の生命体に取り付き生態エネルギーを、 吸収してしまうというとても危険な生命体であった。しかも、ベータ線を照射することにより爆発的に増殖させることが可能だという。惑星 SR388 の滅亡原因は、このメトロイドに起因していることが確実視されていた。メトロイドがパイレーツにより増殖させられ、生物兵器として使われては、銀河文明は壊滅してしまう。 銀河連邦警察は必死の捜索の末に、パイレーツの本拠地、要塞惑星ゼーベスを発見する。銀河連邦軍は惑星に総攻撃を行うが、パイレーツの抵抗により攻め落とすことはできなかった。しかも、地下要塞の中心では、メトロイドを増殖させる準備が進められているらしい。銀河連邦は、最後の手段として、謎に包まれた最強のバウンティハンターであるサムス。 アランを惑星ゼーベスの内部に侵入させ、要塞を管理している機械生命体、マザーブレインを破壊させる作戦を決定した。単身惑星ゼーベスへの潜入に成功したサムス。実は惑星ゼーベスは幼き日のサムスの育った場所でもあった。様々な思いを秘めて任務を遂行するサムスを待ち受けるマザーブレインの罠。サムスは、 無事に任務を、全うし銀河を守ることはできるのだろうか。本作は、サムスに一度破壊される、前の税別であり、第一作のアイテムに加えて、スーパーで得られるアイテムもある。すべて、第一部において入手することになっているが、一部のアイテムは、未章アイテムとしてもともとサムスが着ているスーツには、適合しないものもあり、第二部において入手する。 より拡張性の高いパワードスーツが必要となる。ありがとうございます。